茶道。茶道、茶道、茶道は、日本伝統の湯を沸かし、茶を点、縦、茶を振る舞う、行為、茶の儀式。また、それを基本とした様式と芸道。元来、茶の湯、茶刀、茶の湯といった。千里宮は、風より道、小堀正和、遠州は、茶の道という語も使っていたが、江戸時代初期には、茶道と呼ばれた、沢四月衆。 カタログクなど、茶道の英語訳としては、T セレモニーのほか、茶道の裏千家と表千家ではそれぞれ The Way of T, 茶の湯を用いている。岡倉角造、天心は、英文の著書 The Book of T, 茶の本において、ティザムと T セレモニーという用語を使い分けている。主客の一体感を胸とし、茶碗に始まる茶道具や茶室の床の間にかける前後などの掛け物は、 個々の美術品である以上に全体を構成する要素として一体となり、茶事として進行するその時間自体が総合芸術とされる。現在一般に茶道といえば抹茶を用いる茶道のことだが、江戸期に成立した煎茶を用いる煎茶道も含む。初めて中国から体系的に茶の知識を持ち込んだ書物は、唐の陸三十三年から八百四年の 書いた茶行と言われている。この本には、茶の木の育て方、収穫方法と道具、建て方、飲み方、歴史などが詳しく書かれている。804年、空海と最長は中国から茶を持ち帰ったが、あまり発展することもなくその後の戦乱で、忘れ去られた。茶を飲む習慣と茶の製法は、平安時代に、遣唐使によってもたらされた。当時中国茶は、 現代のウーロン茶に似た団子状の美白紅茶と考えられている。この茶の色こそが現代日本人の言うところの茶色である。当時の日本人は茶を嗜好品としてよりも薬として捉えており、必要量のみを煎じて飲んだと考えられている。従来この陰茶習慣は根付かず捨てれてしまったと考えられていたが、最近では貴族や僧の間で、 継続的に愛好されていたと考えられている。鎌倉時代に日本に禅宗を伝えた英才は中国から持ち帰った茶を九州に植えた。また、宇治の明絵商人にも茶の種を送り、それが宇治茶の起源とも言われる。茶の栽培が普及すると茶を飲む習慣が一般に普及していった。英才は二百十四年に茶と共に喫茶養生期を源のサともに献上し、 武士階級に茶が広まる足がかりとなった。また、道元は中国の禅寺の神儀をもとに永平神儀を表したが、その中には、砂礼という茶を供する際の儀礼、作法が説かれている。1223年には加藤史郎左衛門が、そうで陶器の技術を学び、帰国後終わりに陶史郎焼きの釜を開いた。また、1267年には南浦嗣明が、 中国の京山寺から日本に初めて大豆を持ち帰った。室町時代においては飲んだ水の産地を当てる、糖水という遊戯から、糖茶という飲んだ茶の銘柄を当てる一種の博打が流行した。また、本場中国の茶器、洞物がもてはやされ、大金を使って収集し、これを使用して盛大な茶会を催すことが大名の間で流行した。これを洞物好きと呼ぶ。 この流行は王人、文明の乱で茶会どころではなくなる十五世紀、後半まで続いた。これに対し、足利義政の茶の師匠である、村田樹高が茶会での博打や飲酒を禁止し、亭主と客との精神交流を重視する茶会のあり方を説いた。これが、わび茶の源流となっていく。1472年、義政は息子に、将軍位を譲り、東山に陰性した。 その隠居所に建てられた東武道に道人祭と呼ばれる日本最古の書院茶の湯形式の茶室がある。この四畳半の簡素な小部屋で、金欲的な皿礼と同報酬として知られる、東武好きの人々のによる中国都来の美術品の鑑評会が融合し、書院茶の湯として展開した。一方で、平安初期以来の断茶系統の茶も、事件の間では続いていたと考えられ、 これがやがて仙茶の木興に至る。和ビ茶は、その後、堺の町州である、竹の城を、その弟子の千里宮によって、安土桃山時代に完成されるに至った。理宮の和ビ茶は、武士階層にも広まり、我モ氏ジサ細川三斎、牧村兵部、瀬田カ門、古田織部、柴山剣持、高山ウコンダ、宮七明と呼ばれる弟子たちを生んでいく。さらには、 わび茶から発展し、小田浦区、小堀炎州、片桐石州ら流派をなす大名も現れた。現代では特に武家茶道、あるいは大名茶などと呼んで区別する場合もある。江戸時代前期までの茶の湯人口は、主に大名、豪商などが中心のごく限られたものであり、主に織部流、炎州流、石州流であったが、江戸中期に町人階級が、 経済的勃興するとともに、非的に増加した。これらの町人階級を主とする新たな茶の湯参入者を迎え入れたのが、もともと町方の羊である三千屋を中心とする、千家系の流派である。この時、大量の門邸をまとめるために、現在では、伝統芸能において一般に見られる、組織形態、家元制度が確立した。また、氷泉家七大女神裏、 江戸千家八代また、現在、女信祭の皇帝、江戸千家初代川上武士郎などによって、大勢の門弟に対処するための新たな稽古方法として、七個都式が考案された。これらの努力によって茶の湯は、章や名主や商人などの習い事として、日本全国に広く普及していったのである。ただ、同時に茶の湯の大衆化に拍車がかかり、 遊芸化が進んでいったという弊害もある。詫び、サビに対する理解も次第に変質し、美しい石灯籠を完璧すぎるとわざと打ち書いたり、割れて這いだ茶碗を沈徴するなど、大衆には理解しがたい振る舞いもあって、庶民の間で茶人が変人の因語となる事態も招いた、禅の極端化にも共通する過度の精神主義であるし、粋な自分を誇示する本来の作道とは、 外れた行為でもある。他方でこのような遊戯化の傾向に対して、本来の作動の目的である、人をもてなす際に現れる心の美しさが強調されるようになる。この際に、大特寺派の臨在衆寺院が大きな役割を果たし、利休流作動の根本とされる、和形静寂という標語もこの過程で生み出された。 各流派による手前の形態や茶会様式の体系化といった様式の整備に加えて人をもてなすことの本質とはといった茶道本来の精神を見直すことによって現在茶道と呼んでいる茶の湯が完成したのである。江戸末期になると武家の教養として作法が固まっている抹茶の茶の湯を嫌い気軽に楽しめる茶を求める声が町衆から出てきた。同時期に 単なる思考品と化してしまった煎茶の現状を憂い、煎茶に道を求める声が上がった。これらの声を組み上げる形で、江戸時代中期に、大爆州万福寺の元造売佐を、こう有害を行っていた煎茶に、改めて煎茶の作法を定めたのが煎茶道である。煎茶道は、漢詩の文人文化を中心に広まり、様式、確立されていった。煎茶を好んだ著名人として、 江戸初期の石川定山、中期に上田明成、後期には大山陽の名が挙げられる。当初は千、にる茶であった千茶だが中国での流行の影響や茶葉生産の改良を受けて縁、脱茶に変わっている。明治時代になると封建制度が崩壊し、諸藩に被護されていた閣流派が財政的に困難に陥るようになった。そうした中、 裏千家十三大縁の採鉄中は一時東京に京を移して佐藤最高に努め、努力の甲斐あって有力財界人の関心を呼び、佐藤が女子の教養科目として組み込まれた。このため佐藤は本来の阿比茶とは別の女子の教養としての要素も獲得し、今では美しい着物姿での華やかな茶会が当たり前になっている。また明治の同時期に鳥特案、 田中手を、後に大日本茶道学会を、創設は、利休が、千家三流派など、各流派へ茶道を分けたではなく、もともと一つの流で、あったと唱え、多くの流儀の茶人たちの旧幕時代からの伝承を、一堂に集めて研究し、その成果を、一般人へ発表することで、日本の茶道を再び作り出そうとした。こうした家元が広く庶民層を対象に茶の湯を、 教え広め、それを経済基盤として確立するのは、大正時代以降と考えられるが、明治期の上層階級においては、旧、大名や近世からの合商に加えて新たに、台頭した維新の後進、財閥関係者らの近代好き者と呼ばれる人々が、茶の湯の復興を一足早く先導した。彼らの茶の湯は、騎神の茶の湯と呼ばれ、家元の教えに従って実践する。 流儀の茶の湯と趣向きをことにし、自らの趣味によって独自の茶の湯を楽しむことを特徴とした。ボストン美術館中国に本部に勤務していた岡倉格を天津がアメリカで、ザ・ブック・オブ・ティー、茶の本を1906年、明治39年に出版紹介した。この出版は欧米文化人の関心を読んだ。岡倉は同書において、 佐藤を世界的に認められている唯一のアジア的に異例であると位置づけ、西洋において午後のお茶、アフターニューンティアが重要な役割を果たしていることを指摘している。戦後、知識層から多くの伝統技芸が戦前、戦中のナショナリズム情勢に加担したとみなされ、佐藤の家元も権力者に近づき特配を受けていたなどと批判、追求された。一方、 急速に進むアメリカ化による日本文化喪失に対して危機感を持つ人々もあった。1947年、京都大学の久松新一は茶道を喫茶を契機として創造せられた芸術、道徳、哲学、宗教など文化のあらゆる文面を含んだ総合文化体系であるとする言説を唱えた。裏千家をはじめとする茶道会はこの言説を取り入れ、 日本固有の文化の保存という存在意義を作動に浸透させていった。戦後は海外にも茶道は広まり、茶道の大衆化は世界的レベルとなっている。1980年代初め頃には、日本の茶道の所作は中国茶、茶芸に用いられるようになった。現在の中国茶、茶芸の茶金を畳む所作は、日本の茶道の影響の現れであると言える。 流派と言うべきか定かではないが、以下のような呼び習わしがあった。この時期の創始と伝えられ現存する者には以下がある。多くは、竹の女王の門人家戦利休の時期弟子を創始者とするものであり、利休の影響は受けつつも、相談流とは異なる独自の茶風を形成している。今日、武家茶道と呼ばれる流派の多くはここに見ることができる。千家の本家である。 堺千家は千利級の実施である千道安が継いだが、後継の来なく断絶した。いわゆる、宗丹流であり、三千屋の他に、宗丹四天皇の系譜である、松尾流、陽賢流、宗編流、夫妻流や久田流なども含む。宗丹流は、江戸時代初期に、昭安の子である千宗丹とその弟子たちに対して、用いられた故障。詫びに徹することを胸とする傾向が強い。 千家流以外で上記より時代が新しい流派。また、活動は確認できるが、系不未確認の流派。茶道に明るい人のことを、茶人、茶人、茶人という。著名な茶人については、茶人人物一覧を参照。金名土かうは、茶道の起源が韓国だと主張し、その根拠として、韓国の全羅南道羅州軍に、茶道面という地名があることを挙げている。 しかしこの地名は、1914年に、茶正面と道川もが合併した際に、両者から一字ずつ取って付けたものであり、茶道とは無関係である。朝鮮の文献に茶道が現れるのは19世紀になってからであり、その内容は中国の茶書から引き移しただけで、朝鮮の茶道の独自性は認められない。日本統治時代に、 日本人によって茶の生産と普及が進められた。1911年に尾崎一蔵が甲州市無藤山省新寺付近に無藤茶屋を作り、1913年に小川が全羅北道医勇市に小川茶屋を作った。また、1930年代から高等女学校と女子専門学校で日本式茶道が教育された。朝鮮で、 日本式茶道が普及し茶の消費が増加し、茶の供給を増やすために1939年に、天ヶ崎関西ペイント株式会社、白科学が、全羅南道法上軍に法上斎を作った。1960年代以後、茶に対する関心が新たに起こり始めた。1979年に、韓国茶人会が創立され、1984年に、 韓国茶人連合会に改編された。また、1982年2月6日に全国大学茶会連合会が1983年に韓国茶道協会が1989年には韓国茶文化協会が設立された。ほとんどは日本の茶道の模倣のようである。1983年に韓国茶道協会は 茶道博物館を開館した。2001年に富山女子大学校が茶道学科を新設した。聖金館大学校や佐根伸女子大学校の特殊大学院には茶道専攻が開設されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。